せよ。掛川西高校応援団指導部第75代団長の村松真弘さん、たった一人の応援団です。代々受け継がれてきた演舞を毎日2時間繰り返します。選手に共に戦い頑張ろうと言えるような存在になることが大切だと思っています。そのためには選手に見合うような努力をすることが必要だと考えています。応援団の見せ場といえば野球応援。甲子園に何度も出場してきた強豪掛西野球部をアルプススタンドから代々支えてきました。しかし新型コロナによって声出し応援が禁止されたこともあってか、去年の新入部員はゼロ、今年は村松団長一人になってしまいました。団長はこのままでは伝統ある部を残せないと、応援団を令和のスタイルに変えることを決意しました。毎年新入生に向けて行う応援練習、1年生の中から選ばれた練習を補助する応援委員とともに20種類の応援を3ヶ月かけて新入生に教え込みます。演者同士、掛西の応援指導は厳しいことで昔から知られます。この時応援団は心を鬼にして新入生に応援の厳しさを伝えるのが伝統とされてきました。村松団長はこのやり方だけでは時代に取り残され、応援の価値が問われる日が来ると感じていました。まずは形を覚えてきてください。発声の時にはこのように息を地面と平行になるように上げてください。今まででは考えられない丁寧な口調で応援を教えます。生徒の間を練り歩くことも極力控え、給水も積極的に促します。全員が前向きに一生懸命応援練習に取り組んでくれることが大切だと思います。前例がないことなので、全てが試行錯誤しながら取ることが大変だと感じています。そして4月中旬、待望の新入部員が4人入りました。そのうち2人は女子部員。70年を超える応援団の歴史で女子生徒が入部したのは初めてです。部活を存続させるということを第一に考えました。興味を持って応援に思いを持ってくれているのであれば断る理由はないと思いました。村松団長、女子部員も特別扱いはしません。応援団特有の返事も練習も男子と同じです。野球に関わりたいと思ったので、マネージャーとして野球の見学にも行ったんですが、応援の見学に来た時にやっぱりかっこいいと思って応援を選びました。もともと声を出すのがとても大好きで、自分が声を出して、しかも周りのみんなをサポートできるっていう部活はここしかないって思ったので、ここに入ろうと思いました。伝統の部活を残すためにスタイルの変更に取り組んだ令和の応援団長。久しぶりの声出し応援が許される夏はもうすぐそこです。